ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。9月23日、安倍総理は都内で拉致被害者ご家族との懇談を行い、全拉致被害者の即時一括帰国を国民大集会に出席し、冒頭の挨拶で次のように述べました。6月12日に歴史的な米朝首脳会談が行われました。米国の大統領と北朝鮮の国務委員長という2人の首脳が署名をして文書を発出いたしました。1994年の米朝枠組み合意、そして2005年の6者共同声明には北朝鮮の首脳の署名がなく保護にされた経緯があります。他方16年前の9月に署名された日朝平和宣言は当時の小泉総理と金正日国防委員長の両首脳により署名された文書であり、北朝鮮も否定はしていません。日朝の交渉を始める際、間違いなくその土台となる文書となったと我々は考えています。こうした経緯を踏まえ、私は4月の日米首脳会談の際にトランプ大統領に対し、米朝首脳同士の合意を署名文書で残すことを提示をしたところでございまして、先般の米朝首脳共同声明は首脳間の合意を署名文書の形で確認した大変重みのあるものになったわけでございます。そうした前提の上にトランプ大統領は相互の不信の殻を打ち破り、相互の信頼を醸成することで共に問題を解決するという新しいアプローチを取ったということだと考えています。私はこの後国連総会に出席をするために米国に向けて日本を立ち、トランプ大統領と会談を行います。トランプ大統領とは23日の夜食事をしながら2人だけで会談を行い、また別の日に別途日米でですね、もう少し人数を増やした会談を行う、つまり2回にわたって会談を行う予定でございますが、2人だけで行う会談、その際にはこの問題についてしっかりと日米の考え方、認識、対応を一致させて、いきたいとこう思っています。そして、また今月18日から19日に開催された南北首脳会談では、平壌宣言、共同宣言および南北軍事当局間の合意文書が発出されました。我が国としては今回南北首脳が合意に至った書店が朝鮮半島の完全な非核化につながることを期待しています。その上で合意に至るまでの南北両首脳の努力に敬意を表したいとこう考えております。ニューヨークにおいてはやはり同じくムン・ジェイン大統領とも首脳会談を行い、この南北の首脳会談についてお話を伺いながら
日本の確固たる考え方についても申し上げておきたいとこう考えているところでございます。今後一層米韓両国と緊密な協力に加えて中国、ロシアをはじめとする国際社会と連携をし、北朝鮮の核ミサイル、そして何よりも重要な拉致問題の解決に向け全力で取り組んでいく決意であります。特に拉致問題については我が国が主体的に解決していかなければなりません。米朝首脳会談ではトランプ大統領から金正恩国務委員長に対し、拉致問題に対する私の考え方を明確に伝えていただきましたが、最後は私自身が金正恩委員長と直接向き合わなければならない、そしてこれを行う以上は拉致問題の解決に資するものにしなければなりません。核ミサイル、そして何よりも重要な拉致問題を解決し、そして新たな日朝関係を築いていかなければならないと考えています。拉致被害者ご家族の皆様とは本日もこの集会に先立ち懇談する機会をいただき、改めて痛切な思いを伺いました。皆様と共にこの問題の解決に全力で取り組んでいかなければならない、そしてその時を迎えているという気持ちを同じくしたところでございます。2002年に5名の拉致被害者の方々が帰国されました。それ以来16年もの間一人の拉致被害者の帰国も実現しておりません。拉致問題の解決に当初から取り組んできた政治家の一人として、また日朝首脳会談に官房副長官として同席した者として、そしてこの6年間自由民主党の総裁として、5年9ヶ月総理大臣として国政を担ってきた者として、痛恨の極みであります。安倍政権でこの問題を解決をする、拉致問題は安倍内閣の最優先の課題であります。拉致被害者の方々とご家族の皆様が立ち会う日が訪れるまで私の使命は終わらない。2002年の 10月15日に5名の被害者の皆様がご帰国をされ、家族と再会されました。ただそれ以外のご家族の皆様は残念ながら未だに再会することができていない。私はあの時全ての拉致被害者のご家族がしっかりとお嬢さんをお子さんを抱きしめる日がやってくるまで私の使命は終わらない、こう固く決意をしたところでございます。拉致問題の解決のためには日本国民が一致団結して、全ての拉致被害者の一日も早い帰国の実現への強い意志を示すことが極めて重要でございます。そういう意味におきましては、本日もこうしてここにたくさんの皆様がお集まりいただき、各党からそして全国の議員の皆様を含め、しっかりと北朝鮮に対して世界に対して意思を表明する極めて重要な機会を得ることができたとこう思っております。私もまた皆様と心を一つにしながら、過去の経験を生かして拉致問題の解決に向けて全身全霊で取り組んでまいりますことをお約束申し上げまして、内閣総理大臣のご挨拶とさせていただきたいと思います。今後も皆さん一緒に頑張ってまいりましょう。よろしくお願いします。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉はじめ教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。9月18日から9月20日にかけまして、韓国のムン・ジェイン大統領が北朝鮮を訪問し、金正恩委員長との間に首脳会談を持ちましたが、これは今年3回目の首脳会談ということになります。この今年3回目の首脳会談が開かれたということは、実は非常に大きな意味を持っていると考えるべきだと思いますが、それは1948年に朝鮮半島で南北に別々の国家が誕生して、いわば分断が固定化されてから、
実は2000年に至るまで半世紀以上も南北の間には首脳会談が開催されることはなかった、開催できなかったわけでありますが、それだけ対立関係が非常に厳しかったと。そして2000年に最初の首脳会談が実現した後、2007年に2回目が実現しましたが、その後11年間開かれることはなく、ようやく今年2018年の4月27日にムン・ジェイン大統領と金正恩委員長の間に、首脳会談が開かれたと。でそしてその後5月にも開かれ、そして今回9月にムン・ジェイン大統領が平壌を訪問して、そして、首脳会談、3回目の首脳会談が開催されるということになりましたが、このことは明らかに現在南北関係が変化していると、前進していると、確実に変化したんだということを、物語っていると言っていいかと思います。さて今回の首脳会談で、9月19日に南北の首脳は共同宣言を発表いたしましたが、今回のこの共同宣言を南北は9月平壌共同宣言というふうに命名をいたしました。9月平壌というのをつけたわけでありますが、これは今後も近いうちに再び南北首脳会談が継続するぞと、あるいは平壌でも今後も何回も首脳会談をやり、その度に共同宣言を出すぞという、そういうことを強く示唆していると言っていいかと思います。したがって9月という月を入れたと、いずれそのうちに1月平壌宣言、5月平壌宣言というようなものもまた採択される可能性があるということであります。今回のこの9月平壌共同宣言というものでありますが、その特徴はやはり統一を強調していないということがまず何よりも注目されると言っていいと思います。むしろ今南北間で強調されますのは民族の和解と協力、そして朝鮮半島の確固たる平和、そして南北朝鮮の共同繁栄というものでありまして、実際今回の共同宣言を見ておりましても、南北関係というものが一つの民族、二つの国家、そういう関係になったということを、それを非常に強く意味していると言ってよろしいかと思います。二つの国家ということを実質的に認めて、その上で安定した共存関係を作っていこうという意思が示唆されていると言っていいかと思いますが、その点は例えば今回ムン・ジェイン大統領はアリラン公演を参観いたしまして、そこで、平壌市民に向けて直接短いスピーチ、短い演説を行いました。これはこのこと自体非常に驚きではありますが、何よりも北朝鮮がそれを受け入れているということが非常に重要である。同じく、ムン・ジェイン大統領は今回白頂山に登りました。これも金正恩委員長と一緒にということでありますが、もともと4月の板門店での首脳会談の際に、白頂山に登りたいということをムン・ジェイン大統領は金正恩委員長に要請したということでありますが、それを今回北側がやはり受け入れたと、これもすごく意味があると。これはやはり北朝鮮が韓国を実質的な国家として認定しているということを非常に強く示唆していると言っていいからであります。もちろん韓国も同じでありまして、北朝鮮を実質的な国家として認定している、そしてその上で共存関係を制度化していこうというのが現在、韓国と北朝鮮との間のおそらく
共通の認識であると言っていいのではないかと思いますが、まあその点では今回の首脳会談の際に、ムン・ジェイン大統領は金正恩委員長がソウルを訪問するということを要請いたしました、金正恩委員長はそれを受け入れました。近いうちに、金正恩委員長がソウルを訪問する可能性というのが非常に現実味があると言っていいわけでありまして、まあ、そうなりますとさらにこの一つの民族二つの国家という新たな南北関係というものが、定着するということになるのではないかと思われます。先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1993年のヒット曲、藤井フミヤで True Love をお届けします。それではお聴きください。
藤井フミヤでトゥルーラブをお聞きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は9月6日に岐阜県多治見市で行われた拉致により引き裂かれた家族の絆をテーマにした舞台演劇恵みへの誓い奪還での岐阜県と多治見市からのメッセージです。まず古川正則多治見市長からのメッセージです。それではお聞きください。横田めぐみさんが拉致をされて昭和52年からこんなに長い長い月日が経ってしまいました。この間に大人は何とか彼女たちを彼たちを取り戻そうといろんな形の運動を行ってきました。国会議員の皆さんは外交という手段を使って北朝鮮から何とかその拉致の皆さんを奪還をしようとしました。しかし5人が帰ったきりでございます。ぜひともこうした運動は今日来ている中学生高校生がしっかり自覚をしてくれる、そして大人たちの運動だけではない、こんな大変なことが起きたんだ、こんなひどいことが起きたんだ、こういった気持ちと同時に一刻も早く北朝鮮にいる人たちを助けよう、この日本の地にもう一回戻ってもらおう、こうした運動の輪に加わっていただく大変素晴らしいチャンスでございます。この劇は全国で11カ所行われます。東海4県、愛知、岐阜、三重、静岡ではただ一つこの多治見の地でございます。こういった意味からも大変生きのいい若い人たちに見ていただいてこの運動の輪を広げていく、心よりお願いを申し上げまして冒頭のご挨拶といたします。ありがとうございます。続いて岐阜県健康福祉部長の森岡久義さんからのメッセージをお聞きください。この舞台劇の、主人公であります、横田めぐみさんですけれども、昭和52年に、拉致をされまして、それからもう40年近くが経とうとしております。また、政府から、拉致されたということで認定されました、十何名の方おられますけれども、5名の方、一部の方が帰国されましたが、まだ残りの方は安否がわからない状況であります。また、北朝鮮による拉致が、否定できない方も883名いらっしゃいますけれども、情報が分かっているだけで岐阜県出身者が4名いらっしゃいます。岐阜県といたしましてもこの拉致問題は重大な問題であると捉えまして、皆様方にこの問題について啓発に取り組んでおるところでございます。本日はこの舞台劇でこの拉致問題について理解を深めていただければと思っております。国だけでなく地方公共団体もこうした広報活動を通じて拉致問題の啓発に取り組み、皆さんの帰国を願い続けています。今週は岐阜県健康福祉部長と多治見市長からのメッセージでした。今週のふるさとの風、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。
朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています、ふるさとの風、韓国語で放送しています日本の風は、いかがでしたでしょうか。今月の懐かしいアニメソングはジャングル大帝をお届けします。それではお聴きください。